衝撃の変身。平野紫洋、数千万円の高級ファッションから一転、シンプル控えめなスタイルに大胆転換。2024年の初め、我々は平野紫洋さんのファッションセンスに注目し、彼のスタイルがどれほどコミュニティとイベントに影響を与えているかを見つめ直してみましょう。彼の装いは以前ほど派手ではなく、物静かでシンプルな印象を受けるようになりました。 しかし、そのシンプルさが彼の魅力を損なうことはなく、むしろ彼の多様性と豊かさを引き立てています。2024年1月、平野潮さんはファッションにおいて非常に洗練され、高級なアイテムを身にまとまっていました。しかし、最近では彼は派手な装いを控え、シンプルな白いスウェットシャツや茶色の服で登場することが増えました。その変化は彼のファッションに対する新たなアプローチを示しており、 それが彼のファンやコミュニティにどのような影響を与えているのでしょうか。彼のシンプルなスタイルが社会的な影響をもたらす瞬間の一つは、サントリー、ジン、緑、SUI、バージョンの CM、広告での彼の登場です。白いスウェットシャツを着て、シンプルながらも輝く姿勢で、彼はファッションにおいて派手な要素を抑えながらも、その存在感を保っています。この広告は、豊かなカリスマ性とともに、 シンプルな装いがどれほど魅力的であるかを示しています。バレンタインデーには、彼はトベの会社のイベントで茶色の服を選び、地味で控えめながらもその謙虚なスタイルが愛されました。彼は他の参加者たちを引き立てようとする姿勢が、彼のコミュニティにおいて一層の共感を呼び起こしています。さらに、ナンバー、アイグループの MV でも、彼はシンプルながらも小黄色の衣装で踊り、その振り付けと才能で観客を魅了しました。 彼のスタイルは変われど、その独自性と才能は不変であり、ファッションが彼の個性を引き立てる手段であることを示しています。ハリウッドデジタルユニバーシティのビデオでは、彼は再び茶色のホール D シャツを着て、自身の人生観について語ります。シンプルな服装でありながら、その素朴な言葉とともに、彼のファンに対してより深い洞察を提供しています。平野潮さんが最近のファッションで示すように、 彼のスタイルは彼の人気や才能に一切影響を与えません。むしろ、彼は状況に合わせて服を選ぶ賢さを見せ、自らを誇示しすぎず、賢明な振る舞い方を心がけています。シンプルで親しみやすいスターでありながらも、彼の傲慢さがないことが彼をより魅力的にしています。彼のファッションはもはや派手さだけでなく、彼の人格や価値観を表現する手段となっています。 平野潮さんのシンプルながらも多様性に富んだファッションは我々に新しい視点を提供し彼の個性をより深く理解させてくれるでしょう。